自然に囲まれた宿、ふるさと憩いの家。こちらは昭和60年に廃校になった宗像小学校の校舎を利用した宿泊施設。かつての学び屋の面影を残したその佇まいに、まるでタイムスリップしたかのような感覚に陥ります。教室を改装した大小の客室では、修学旅行気分でみんなでワイワイ過ごすもよし、個室でゆったりするもよし。建物のすぐ裏には美しいビーチが広がり、まるでプライベートビーチのようにくつろげます。また映画「船を降りたら彼女の島」のロケ地としても知られ、当時作られたロケセットが今も残り、映画の資料なども展示されています。大三島、ふるさと憩いの家でゆったりとした波音に抱かれ、時が過ぎるのを忘れてくつろいでみませんか。